どうもダイ助です。突然なんですけど皆さん脱毛サロンに行ったことありますか大之助ついさっき初めてその脱毛サロンの体験というか、まあ、お話を聞きにカウンセリングに行ったんですけどまあなんかいい体験になったなっていう風に思うのとやっぱ高いねーっていうこととその中でもどこがおすすめなのかって自分の中ではなんか男性脱毛はリンクスさんがいいんじゃないのかなっていう,うに、まあリンクスさんしか言ってないから。あの <laughs> … いいところだけを抽出して聞いたからかもしれないですけど、まあ、何にせよ体験談をちょっとお話ししたいなっていうふうに思うんですけどで、まあ、僕の女の子の友達とかで,で正直そのメンズエスティに買う人脱毛する人に対していやちょっとなんか嫌だなっていうふうに思,う思ってるっていう女の子もいるんですよね。っていうのも まあやっぱりその男性がその体のムダの毛処理とかをしてるんだったらその女の子の付き合ってる女の子のハードルが上がるじゃないですかその自分もそこまでやらなきゃいけないのみたいなっていうのがあって息苦しさとかを感じるからあのちょっとまあなんだろう美容に気をつけるのはいいことだけどあんまりその潔癖になりすぎるのも女の子からしたらどうなのっていう意見もあるにはあるらしいんですよね。ていうかまあそんな話を聞いてていや大之助の女の子友達なんていねえだろうっていうふうに思うかもしれないですけどまあそんな話はさておいてまあ向こう俺は友達と思ってるかもしれないですけど向こうからはあのなんだろうなんかよくしゃべる ATM ぐらいに。 もでそんな <laughs> 話はさておいてとりあえずノスケは別の動画でもお話ししてるみたいにめちゃくちゃひげ濃いんですよね中学生ぐらいの頃からもともと顔は動眼なんですけどけどひげがめちゃくちゃ濃くてあの日焼けしやすいタイプなんですけど体が結構あの肌が真っ黒なのにもかかわらずそれでも目立つぐらいひげが濃くてまあ,あのプライベートでも仕事でも結構言われたりするわけなんですよねで初対面の人とかにも、まあ、結構何か、まあ、顔は動眼だけどそのせいでちょっと老けて見られることがある,あるだったりとか。<laughs> まあなんか人と話す時も気になるわけなんですよ自分の自尊心が低下するわけなんですよねでそれ,それに加えてなんか、まあ、18歳ぐらいの頃から AGA って男性が脱毛症とかまあ薄毛が結構加速してきたっていうこともあって普通まあ人間のというか男性の生存本能的にあのなんだろう、まあ、異性にあもあのあモテるというかアピールするためにはやっぱ若さの象徴である髪の毛はいつまでもフサフサの方がいいしひげってまあその。 まあ大事なところを守るんだったら要するになんでヒゲって入るのに髪の毛ってあのどんどんなくなっていくのっていうのがすごいあの大之の助の中で引っかかってるところなんですよねでそのヒゲがモサモサの状態だったら清潔感がないように見られて人間関係もそのなんだろう潤滑というか円滑に進まないじゃないですかってことを考えたらそしてヒゲってもう1日で夕方になったらめちゃくちゃ生えてくるのになんで髪の毛はどんどん減っていくのとこのヒゲの生えてくるスピードを髪の毛に上げたいっていうような悩みを僕は持ってるんですけど。<laughs> やっぱり芸能人とか YouTuber とかあのメンタリスト DAIGO さんとかリベラルアーツ大学の呂学長さんとかももう永久脱毛光脱毛してるっていうような話しててやっぱりその毎朝あの鏡見てひげを剃るだったりとかその剃り残しを気にするだったりとかそのなんだろうその電気シェーバー代だったりとかにかける時間とかお金ってなんかもう面倒くさくないってということがあるからもう永久脱毛したけどこれマジで良かったっていうような話をされてるんですよね。<laughs> すいませんちょカウン症で鼻がズビズビいってるんですけどまあっていうこともあってちょっとねやっぱ髭脱毛まあ全身脱毛もしたいんですけどまずは顔じゃないですか顔はいろんな人に見られるから。 で大助もそのそのヒゲが結構生えてくるっていうのが気になるからそのケノンっていう家庭用の光脱毛もの機械とかをもうああのまあ家族が買ってくれてもうかれこれ10年ぐらいあの僕一人暮らししてからもう家族全然使わないから僕勝手にもあの,じあの実家から一人暮らしのところに持ってきて使っててもうかれこれ10年ぐらい使ってるんですけど全然ヒゲ生えてくるんですよねだからもうこれちゃんとメンズエステ行った方がいいかなっていうふうに思ってちょっとこの前予約して行ってみたんですけどまあなんか。 良かったなっていうこととまあかったなっていうのはそもそもどんな悩み持ってますかっていうのとその光脱毛ってこれぐらいの痛みがありますよとか体にこれぐらいの赤い耳が出ますよとかまあいろんなプランがあってあのトータルこれぐらいの期間とかこれぐらいの回数ごとにこれぐらいの料金ですよみたいな話とかを聞いたやつなんですけど、まあ、大之助が行ったリンクスっていう会社のところの,、まあ、あの日本全国に80店舗ぐらい店舗があるところなんですけどそこはメンズ男性専用の脱毛サロンで。 まあもし仮に3年間合計30回ぐらい通うとするとあの顔,だ顔全体で20万円ぐらいかかるっていう風に言わ,れて、まあ、言われたんですよねでまあ高っていう風に思いますよねとはいえまあ生涯その電気シェーバーとかにかける時間とかお金とかを考えたら、まあ、全然ペイするんですけどとはいえ今大之助はすぐに出せるようなお金じゃないからちょっと稼いであの金稼いであ,ある程度生活に余裕が出たら永久脱毛したろっていう風に思いましたね でまあ、全身脱毛はもっと高いんですけど例えば大之助はまあ体,体毛もそこそこ濃いんですけど例えばお腹周りとかそのへそ周りとかあとなんか胸毛も若干あるんですけどあと乳首の周りとかあと脇とかもその辺とかも込みであのやるんだったらキャンペーンとかをかあの加味してもその顔全体とあの体で合計37万ぐらいとかっていうような見積もりが出たんですよねがそれ高っかっていうふうに思うかもしれないじゃないですかというか体の毛を剃るのにそんな金かかるのっていうふうに思うかもしれないですけど いや体ののメンンテナンスってお金かかりますねあのオリラジの藤森さんが全身トゥルントゥルンにしてるって脱毛してるっていう風な話を前なんか YouTube の動画で見ててあやっぱり芸能人の人はそういうところに気を使うんだなっていうのとやっぱ金かかるんだなっていうのを思いましたね。 でそもそもなんでそんな何回も通わなきゃいけないのっていうふうに思うじゃないですか俺それがすごい気になってたんですよなんでそんな何十回も行かなきゃいけないのっていうふうに思ってたんですけど体の仕組みとかその毛が入る仕組みを理解したら確かにそれぐらいかかるなって話なんですよねというのも、まあ、その顔だけでも顔,顔だけの,の毛穴の話するとなんか3万本ぐらい毛穴があるらしいんですよねでその中でもあヒゲとかその口ひげとか顎ひげとか頬のひげとかあのなんかえっ、ー、とこめかみじゃないわ 揉み上げとかいっあぱいその顔の毛の中の毛が生えてる部分って全体の、えー、と10%から30%程度っていう風に言われてるんですよね、まあ、あの髪の毛と同じように体の毛のサイクルってそのお休みしている時期と成長している時期とそして毛がどんどん抜けていく時期とっていうのをどんどんサイクルで繰り返してるんですよ。で髪の毛は あの成長してあのお休み状態になって少しずつ抜けていくっていうサイクルが2年から7年ぐらいって結構長めなんですよねでその一方で顔のひげのサイクルあ顔というかあのまあまあその顔のひげの、えっと、顔の毛のサイクルって大体3週間ぐらいらしいんですよねだからひげってめちゃくちゃ伸びるの早いんですよで体毛はもうちょっと長くて1ヶ月半とかって言ってたかなちょっと間違えたら申し訳ないってい話なんですけど ま、何せよ、その体の部位ごとに、その毛が生えて抜け落ちていくサイクルって違うわけなんですよ。で、顔の毛っていうのは、特に、そのなんか、生えて抜けてのサイクルがめちゃくちゃは、あの、早いわけで、だから夕方髭とか発生してしまうわけなんですよね。 で、まあ、顔の中であの生えてる毛っていうのは10%から30%と。で、その中で、まあ、レーザーだく脱毛とか光脱毛とか、あとあのニードル、ニードル脱毛、ニードルって針って意味なんですけど、ニードル脱毛って、まあ、メンズエステがやってるあの治療方法というか脱毛方法で、この3種類あるらしいんですけど、ニードル脱毛って、針ってどういうことって話なんですけど、毛一本一本になんか細かい針をぶっ刺して、毛根に電磁波を当てて、電流を流して、毛根を刺激、あのなんか死滅させるっていう方法が、ニードル、なんだっけ、ニードル脱毛ってやつで、 でそれめちゃくちゃゃく高いいらしいんですよね1つの毛穴につき100円ぐらいかかるからで顔の毛穴って3万本って言いましたよねそれ全部やるのに <laughs> 一体どれぐらいお金かかるねんって、まあ、何百万円かかるらしいんですけどまあそういうニードル脱毛もありますよただそれのメリットとしてあの光脱毛とレーザー脱毛はあの黒いメラニンというか色素に反応してあの毛根焼き切るからあの白髪の あの体毛に対してあの効果がないんですよねただその一方でニードル脱毛っていうのはあの白い毛にピンポイントで当てることがあのなんだろう死滅させることができるから白髪に対しては効果がありますよって話なんですけど僕はし全然白髪がないのでその話はあんま関係ないとでレーザー脱毛とフラあの光脱毛なんですけど正直あんま変わらないらしいんですよねメカニズム的にはでレーザー脱毛の方が光がめちゃくちゃ強くて。 その肌への刺激とか痛みがめちゃくちゃ強すぎて麻酔打たなきゃレーザー脱毛もう耐えられないぐらい痛いらしいんですよねそんなバカなっていう風に僕思ったんですけど、まあ、レーザー脱毛と光脱毛の違い、まあ、まあ大まかなメカニズムっていうと光をあその蹴ってそのなんだろう 毛の根元の毛毛根根あるじゃないですか毛根のところにあの毛の母って書いてる毛母細胞っていうのがあってあの毛母細胞が体の毛細血管細かい血管とつながっててその毛細血管から毛母細胞に栄養が送られて髪の,毛が髪の毛とか体の毛がどんどんすくすくと生えて,生えていくわけなんですよねであの光を当てることによってその光は黒いのものに反応するから その、あの、毛を伝って、毛の根元にある毛母細胞、毛の母の細胞を、あの、焼き切るんですよね。そのおかげでもう、あの、一生生えてこなくなるよっていうのが、レーザー脱毛と光脱毛なんですけど、レーザー脱毛はさらに一点特化型で、レーザー、あと、あと光脱毛よりも細かい範囲の毛穴をバシバシ焼き切っていくから、痛みが強いけど、 その分、短期間で、まあ、ほぼ確実に死滅させる効果が高いらしいんですよね。けど、ま、麻酔がいるぐらい、めちゃくちゃ強いらしくて、めちゃくちゃ痛みが強いらしくて、で、僕が言ったリンクスさんっていうところは、麻酔はいらないけど、普通の光脱毛よりは強めっていうような、な、あの、脱毛器具を用意してるらしいんですよね。で、光の強さも、あの1段階、1段階から15段階まであって、 その男性っていうのは男性ホルモンのおかげでヒゲがこんなおかげというかあの男性ホルモンのせいでヒゲがこんなに濃いしそして生え変わる頻度も早いわけなんですよねだからたくさん光を当てなきゃいけないわけなんですけどあの女性よりもたくさん脱毛の光を当てなきゃいけないわけなんですけど光が強くなると痛みが強いわけなんですよね。で あの、まあ、髭脱毛で、髭脱毛というか体の体毛の脱毛で重要なのが、日焼けしやすいというか肌、肌が黒い人は脱毛の効果が弱いんですよね。で、大ス助めちゃくちゃ日焼けしやすいんで、さらになんか追い打ちをかけるような状態なんですけど、その、レーザー脱毛とか光脱毛って肌、肌、その黒さに反応するんですよね。で、肌が黒いと、その、毛根の、あの,毛の、毛の根元に光が届く前に、その僕たちの黒い肌に、その光が、あの、拡散してしまって、 毛毛のの根元の細胞を焼きき切ることがででななくなってしまうんですよ。攻撃力が半減してしまうしさらにその黒い肌に光,を光が蓄積されまくって肌がめちゃくちゃ荒れたりとかあの肌がめちゃくちゃ焼けたりとか赤くなったりとかあのデメリットが生じるんですよねだからあの土木とかの工事現場で働いてる人日焼けめ,めちゃくちゃする人だったりとか夏場の時期とかっていうのはちょっと肌,が肌の色が黒すぎる人はあのそのメ,ンズメンズクリアというかメンズクリアじゃないわ。その、 メンズクリニックによっては、すいません、ちょっと肌が黒すぎるので、あの、うちでは、あの、ちょっと、お取り扱いというか、処置できませんっていう風に、門前払いを食らうケースもあるらしいんですよ。っていうのがあって、リンクスさんは、あの、なんか、脱毛の、えっと、パターン、脱毛の光の強さが、あの、15段階まであるらしいんですけど、だから、男性の方々、脱毛するなら、その、なんか、肌が日焼けしすぎる前の、まあ、秋から冬、あの、秋から冬から春にかけての時期に、やり始めるのがいいらしいんですよね。 夏前に、その、夏って肌の露出が増えるじゃないですか。だから、あの、脱毛しておきたいというふうに、急いで、夏前6月とか7月とかに <laughs>、あの、メンズエステに、あの、駆け込みに来る人たちいるらしいんですけど、正直もう、その、なんだろう、毛が完全に抜き、なんか、永久脱毛し始めるまで半年ぐらいの有用期間がいるんですよね。そして肌が黒くなってたら、効果が半減するわけなんですよ。だから、夏前に行くんじゃなくて、あの、秋から春にかけて通い始めるのがいいらしいんですよね。 そこがまあちょっとカウンセリングというか、まあ、勉強してへえあそうなんだっていうふうに思ったところなんですよねそしてあのなちょっと結論を先に言えてないんですけどなんで僕たちは何回もその脱毛サロンに通わなきゃいけないかなんですけどその体の顔の何万本もある毛穴のうちの,あの成長期に入ってる時がのあの髪の毛髪の毛,あ髪,髪の毛じゃないわえっ、ー、と。 生えている目に見える長さの毛っていうのは全体の10%から30%程度なんですよねその中でもレーザー脱毛とか光脱毛の光が毛根に届くああの可能性を秘めている毛っていうのはさらにあの半分以下になるんですよねだからあの光脱毛で1回で焼き切ることができる毛根の量ってせいぜい5%から15%程度なんですよつまりそのなんか 最初に1回行ったらもうこれで永久に生えてこないのかっていう風に思っ,たらおあの思ってるかもしれないですけど僕大学からそう思ってたんですけど顔の毛って3週間ごとにまた生えてくるんですよねだからモグラたたきじゃないけど1回そのクリニックに通いましたあの顔全体をなんか光りつすのをしましたで3週間後にはまた別のローテーションを組んだヒゲたちが生えてくるわけなんですよね 顔の毛のヒゲ部隊 A は全滅させましたとただ3週間後にはヒゲ部隊 B があの参入してきますとでそいつらを倒してもまた次ヒゲ部隊 C が出てきてみたいな風にその顔の毛の,あの、まあ、軍隊というかチームが、まあえーとまあ、20チームぐらいあるっていう風に思っていただきたいんですけどそれを、まあ、3週間ごとに撃退していくっていうのが、まあ、あの光脱毛の主な手順なんですよね。 だから何回も通ってその光をその顔の毛の根元に当て続けるとその20チームぐらいいたのを19チームでローテーションを組んででその次18チーム17チームっていうふうにどんどんあのなんか相手のその体の中に,のに眠っているその経営がどんどん少なくなっていくわけなんですよねだから長期的に半年とか続けてたらあのチームの A から D までの ABCD あの4チームが抜けてあのえっと3週間かける4だから 12週間ってことは3ヶ月か。なんか3ヶ月丸々全然髭が生えてこなくなる時期があって、その後また3週間後に髭が生えてくるみたいな風に、ちょっとずつ髭が生えるペースが遅くなったりとか、間隔が空いたりとかしてくるらしいんですよね。だから、メンズ脱毛っていうのは、メンズというか女,女性もなんですけど、あの、開毛の脱毛っていうのは、何回も通って、光を根元に当てて、 何か、まあ、何回も当てるってことが重要なんですよねで大その家庭用脱毛器のケノンをなんか使うのに10日ごとにやってくださいみたいな話とか書いてたんですよねなんで10日ごとにやるの,その毎日やったらいいじゃんっていうふうに思ってたんですけどその例えば仮に光を当ててその,あの、まあ、光を当てたヒゲが。 あの3日間ぐらい残るんですよねだからあの1日目やりあの光当てました2日後光当てても同じ毛穴にしか攻撃してないからあんま意味がないんですよねだからその期間を空けて何回もやるっていうことが重要なんだっていうのがちょっと大之助そのヒゲに関する書籍とかなんかチャット GPT にき聞いたりとかネットで調べたりとかしてもなんかいまいちあの分かりやすい書籍とか情報にたどり着けてなかったんですけど今回カウンセリング受けてあそういうことやったんやっていうのがね学べてすごい良かったんですよねまあ 店員さんからしたら何つったらいいのかなその,あのまあ、まあ、学ぶのは勝手だけど、まあ、購入してくれよっていうような体験しあのサービスに加入してくれよっていうのが本音だと思うんですけどとりあえ大之助の中ではあの長年あの疑問になっていた問題がある程度ちょっと腑に落ちたというか解決したっていうのがすごい嬉しかったんですよね。 で、そのカウンセリングの全体の流れとしては、自分のその悩みだったりとか、気になってる部位だったりとかっていうのを書いて、そしてカウンセリングをした後、あの実際に当日はこんな流れで、まあ、もし契約した場合はこんな流れでやりますよって、あのまあ、あのパンツ一丁になってその足、太ももだったりとかお腹だったりとか、顔とかに光を一回軽めに当てて、こんぐらいの痛み、あのこれは体験なので、めちゃくちゃ弱くしてますと。で、それでも体にまあこういう赤みが出るだったりとかっていうリスクがあるので、まあ、それも加味して、 あのなんだろう検討してくださいねっていう話をしてで全体の見積もりの予算とかをあの出してで大之助は大きな買い物をする時はその日には即決しないっていうのに決めてるんでまあ一度持ち帰って今に至るって感じなんですけどで正直大之助の下品なというか横島なというか卑怯なところでそのまあ無料体験というか無料体験じゃないですけど厳密に言ったらね。 トライアルでなんか千円ぐらいで何本か脱毛できますよみたいなのとかを歌っているあの脱脱毛のサロンとかもあるんですよね。だからいろんなそのサロンにその高額で何十万円とかで加入するんじゃなくてトライアルをいろんな店で試して永久脱毛をしてみるっていうことをできるんじゃないのかっていうふうに大野之助横島のことを考えてたんですけどあのまあ担当のお兄さんとお話ししてるうちにそういうことを考えるあの不正なやからがい,いるらしいって話になってでただそういうことをする人たちっていうのは全然ひげがずっと 帰ってくるってで言っててで、結局その理屈はさっきお話ししたように、何回も通ってそのなんだろう。そのなんか2020 20個ぐらいある。その体毛のローテーションを全滅させなければ、永久脱毛にはならないですよね。で、そもそも永久脱毛の定義って僕たちが思ってるのって、その1回脱毛したらそのそれが施術,施術が終わったら施術,施術ってめちゃくちゃ噛み,噛みそうなんですけど、皆さんちょっと言ってみてくださいよ。あの <laughs> 施術が終わったらあのなんだろう。また期間を置いて、もう一回うちに光を当てに行かなきゃいけないわけなんですよね。けど、その根本的なメカニズムを理解せずに、あのあれやこれやといろんなところに1日おきに3。あのなんかひげあのヒゲ脱毛のレーザーを打ちに行ってたら、それは効果出ない。出ないというか、また別のローテーションを組んだ。ヒゲたちが生えてくるから、あのま焼け石に水だよね。っていう話だったりとか。 そして無料体験というかそのカウンセリングするときにあの光をバッっていう風に当てるときは弱めに設定してあるらしいんですよね。というのもまだ契約してない状況であのまあ本来そのお客さん契約したお客さんに当てるぐらいの強さの光をバッっていう風に当てて肌が荒れたりしてしまった場合責任をお店が取れないわけなんですよね。 っていうトラブルに発展してしまうから、その光を当てるお試し体験の時とかは結構弱めに設定して、その肌にピシャっていう風に当てるみたいなんですよね。だから弱めの光しか当ててないわけなんですよ。あの、本領発揮してないわけなんですよね。そんな光を当てられたところで、毛根は死滅しませんっていうような話をお兄さんから聞いて、ああ、確かになーっていうかグサーっていう風にあの、まあそのお兄さん僕の本心見抜いてたかどうかわからないですけど、あそういうなんかやからがいるんですねっていうのと、あ、そういうことをしても、 本質的な解決にはならないんだなっていうのがね学べてねよかったなっていうふうに思いますねでまあ,あの余談なんですけどやっぱりその営業する人とかそのカウンセリング受けるというかそのまあその <laughs> 契約を取る人ってやっぱりその心理学というかコミュニケーションとか社交性に長けてるなって話してて思いましたね質問するのがそのご出身どこなんですかっていうことだったりとか転勤はあるんですかとか。 今おいくつなんですか、ね、たまたま僕と同い年のお兄さんだったんですけどあのそのお兄さんも高卒でなんか別の仕事しててただもともとはひげ全然なかったんですけど、まあ、社会人になってくらいから男性ホルモンの影響ですごいひげが濃くなって職場でもいじられるようになり久しぶりに地元の友達と会ったらなんかすごい驚かれたりとか。 そのヒゲがめちゃくちゃゃく生えてるからねなんか濃くなってる青ひげが目立つからね <laughs> っていうこととか気になってそのなんかあの脱毛サロンに通って実際に効果を感じてうわこれすごいなっていうふうに思ったからこそちょっとここで働きたいっていうふうに思って転職されたお兄さんが僕と同い年で今回担当されてた方だったんですけどみたいなふうにお客さん目線でもあのお客さんとしてあの入ってったっていうのがあって。だからこそ 自信を持って紹介できますと。そして、あの、なんか、あの、まあ、カウンセリングに来た、まああの、僕みたいな人に対して、なんかものすごい気持ちがわかるし、あの怖いあ、怖いこと、不安なこと、緊張すること、たくさんあると思うので、あの、押し売りはしませんと、一緒に、その最善のプランをけあの模索していきましょうっていうような、あの、お話をしてもらって、まあ、その、相手の気持ちに共感している、相手と同じ立場ですよみたいなことを言ったりとか、 あの僕のプライベートなこととかをなんかうまく引き出したりする術とか、まあ、もちろん教育そういう教育を受けてるのかもしれないですけどあの、まあ、やっぱりっぱその僕その引っ越し業者だったりとか,なんかいろんなその営,業営業されてる方とお話しする時にやっぱりその心理学の面でちょっと見ちゃうんですよね。ここの人うういうテクククニッッッ使使っっててるるななバックトラッキング使ってるなとかあこの人質問上手だなとかっていうのをなんか見てあの心理学の勉強にもなりましたという、まあ、ちょっと全然関係ないお話をしちゃったんですけど何にせよ まああの,他の会社とかの相場とかも見てみたんですけどいやあのなんだろう本当にリンクスを手放しでお,おすすめしたいというわけじゃないんですけどなんか他のメンズエミナルとかあのいろんな YouTube の広告とかで出てくるじゃないですかその辺もそのホームページとか見てたら月々3000円とかで出てたりとかするんですけどその月換算したりとか1回ごとにそのなんだろうそのリンクスさんは30回で20万円いかないぐらいとかなんですよね顔全体をやるの。 ただ他の,あのなんかメンズエステとかって顔全体を12回で30万円とかあのもう一回言いますよリンクスさんは30回で20万円いかないぐらいとかなんですよねでそれに比べて他のところはあの12回で30万円とかいったりするところなんですよ、まあ、かといって他が全部ダメってわけじゃないですけどって考えたらあの、まあ、やっぱりメンズ専門のあそのなんかリ,ンクリンクスさんはメンズ専用でその女,性女性よりもやっぱり毛根が強い人たち に寄り添っってての光のの強ささ15段階とかっていうのもリンクスさん独自の,技術あの開発研究というか技術らしいんですけどみたいな風にちょっとコスパで考えたらリンクスさんがいいのかなっていう風にね思いましたねとはいえ今出せるようなお金じゃない長いのでちょっとょ正直ねとはいえ大之助はこのままそのなんか濃いヒゲのまま残りの余生を過ごしたいなんて思ってないからちょっとでも稼げるような <laughs> 人間になりたいなっていう風に思いましたなのであのダイの助 あのメンズクリアというかメンズクリエイターにはメンズエステ行ってみたという動画をあの見たい方々は <laughs> 見たいやついいのかなぜひ高評価チャンネル登録していただいてダイナスカの収益化を応援していただければなっていうふうに思います、まあ、そんな話はどうでもいいわとりあえず、まあ、気になってる方ひげが気になるなっていう方々はその生涯のひげ剃りに,にかけるコストとか時間とかお金とかを考慮したらお金貯めて永久脱毛いくっていうのがいいんじゃないのかなっていうのとそしてなんで そういういメンズエステで何回も通わなきゃいけないのっていうのはそのヒゲ,ヒゲとか体毛のか生えてくる周期があるんですよって話だったりとか脱毛にもいくつか種類があるんですよっていうやつだったりとか光が強すぎるともう麻酔打たなきゃいけないぐらい痛,痛いんですよって話だったりとか大之助その15段階中あの下から2番目の光を顔に打ってもらったんですけど結構痛かったんですよえ痛っ,っていうふうになりましたもんなんか注射と同じぐらい痛いですそれが15段階中2なんですよね でまあ、ひげが濃かったり多かったりとか初期の段階だとその反応する毛穴の数が多いから痛みを感じてしまうけどあのひあの毛根がどんどん死滅していくとその痛みもちょっとずつ和らいでいきますとか慣れてくるんですよっていうようなお話を受けたんですけどとはいえ結構痛いですいやだからその脱毛サロンに行く方々ってその痛みに耐えてまでそのなんか毛根を死滅させるの偉いなっていうふうに思いましたしちょ大之助もお金貯めてあのちゃんと永久脱毛したいなっていうふうに思いました。 ということであの、メンズクリアの、メンズクリア時代はメンズエステの脱毛のお試し体験行ってみたらどんな感じなのかということと、レーザー脱毛とか光脱毛ってどういうメカニズムで脱毛させているのということについて、えー、と好きなだけお話し,しました。今回は以上